私、近森由美はブラックに働く27歳の AD だった。また会社？マジ社畜。出会っても休みはない、時間がない、デートできません、予定振られる。ある日、最新コスメベンチャーアニマルビューティーの取材をすることに。そこで出会ったのは社長の榊圭介。なりたい自分になる手助けをしたいと思っています。生きてる世界が違いすぎんのよ。徹夜続きの私は番組放送中に AD さん、すいません、見かねてなくて。居眠り AD を休ませろって言われたよ。私と一緒にアニマルビューティーで働かない？何その格好、絶対浮かんないよ。現れたのはカメラマンの長峰笠尾。靴、今日買いましたよね。はい。アニマルビューティーでやりたいことを教えてください。御社の企業理念である、自分の言葉で言ってくれる？変わりたい？変わりたい。いいじゃん、海ちゃんも変わってる。姉ちゃん、アニマルビューティー受かった。よっしゃー、受かった。先日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。元気がいいですね。はい、ありがとうございます。ご案内します。はい。ありがとうございます。うちはフレックスタイム制でデザインチームは希望があればフルリモートで対応しています。おはようございます。オフィスはフリーアドレス、新入社員には年の近い社員が1対1でサポートするメンター制を取り入れています。メンター制って？簡単に言えば一番身近な先輩です。後ほどご紹介します。はい。鹿森さんには私と同じマーケティング部で働いてもらいます。顧客調査、戦略、営業、宣伝まで何でもやる部署です。面接で話した通り使用期間は1ヶ月、1ヶ月後に正式に採用になります。はい。ここがこれから働いてもらうマーケティング部です。ブレックファーストミーティングです。ブレックファーストミーティング、ブレックファーストミーティングです。はい。ブレックファースト谷口ゆかです。鹿森さんのメンターの。あ、よろしくお願いします。おはよう。おはようございます。はい。おはようございます。おはよう。皆さん、こちら鹿森海さんです。今日からマーケティング部で試用期間に入ります。鹿森由美です。よろしくお願いします。よろしく。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕のおすすめはこれです。乗せていい？はい、すいません。いっぱい食べてください。すいません。はい。朝ごはん会議ですね。わかりやすく言うと定例会かな。毎週やってる。毎週ですか？一回やったらハマっちゃったんです、僕が。朝ごはん。よいしょ。おう。はいはい。いっぱい食べてください。はい。あざす。おはよう、加藤くん。うん、おはよう。
してんの？朝ごはん食べてる。え、ここの社員でしたっけ？ゴリゴリの取引先。よく取引先で納豆混ぜれますね。信じらんない。そろそろ始めますよ。はい。ほら、始めるって。試合。試合？鹿森さん。はい。飲み物どうぞ。あ、ありがとうございます。めちゃくちゃいい。さすが。情報解禁まであと2週間か。コスメボックス本当に実現するなんてですね。業界から干されたらどうしようって思いましたよ。本当だよね。怖っ。情報解禁日は配信イベントもあるから最後まで楽しくいきましょう。はい。コスメボックスって何ですか？相性がいいコスメをブランド関係なく一緒に詰め込んで。はっ、いやいや、めちゃくちゃすごいことだからね。他社のコスメブランドをまとめて売るなんて普通は怒られて門前払い。そんな中、怒られるどころか楽しくお茶して帰ってきたのがこちらの方です。いやいや、やめてよ。そうやって信じられないこと普通にやっちゃうんですよ、うちの社長は。だからやめてって。ねえねえ、それよりさ、配信イベントなんだけど、もうちょっと何かできないかなって思ってて。もうちょっと？うん、もうちょっと何かない？試合開始。はいはい。全国各都市でサンプルを配布。ない。比較的コストもリスクも低いけど、アニマルビューティーっぽくない。さくちゃん若いのに硬いんだよな。あ、エイジハラスメントだ。失礼します。もっと自社技術生かしたことがいいですかね。うちの技術って？インターネットに強い。それをどう生かすかでしょ。 AB コスメから購入してくださったお客様限定で1割引きとかどうですか。それ平成どころかも昭和。困ってる。居眠り AD。 じゃあ路上アートは？この間知り合ったウォールアーティストがいて。アート写真の拡散を狙う。もうそれ入ってねえぞ。でも拡散された人と拡散した人で熱量に差が出そう。アートを直接見た人の熱量にはかなわないですもんね。冷静な大人の意見お願いします。いいじゃん。近森さん。はい。どう？あ、そうですね。じゃあゆかちゃんは？あ、例えば宮前凛さんとか美容系のインフルエンサーとコラボするとか。え、それ普通じゃない？100人集めて。確かに拡散力はすごそうだけど若干乱暴じゃない？なんで100人なの？今回の企画は多様性が大事と思ったので。めちゃくちゃいいじゃん。うん、いい。やろう。イベント配信中、美容系のインフルエンサー100人にはうちのイベントのミラー配信をやってもらう。手元に商品があった方がいいんじゃない？最高。実際のものを見てもらいながら使用感を確かめてもらったりして。長峰さんってカメラマンさんですよね。割と採用されるよ、俺の意見。インフルエンサーにお願いしたいのは拡散じゃない。このコスメボックスはいろんな個性を尊重するものなんだってことを表現してほしい。配信を依頼、当日はボックスが手元に行き渡るように。今から100人。できないかな。やっちゃいましょう。やりましょう。集めましょう。はい、達成できます。私は今日一日一体何をしたんだ。何やらかした？やらかしようがないのよ、何もしてないから。まあ誰だって初日扱いもんなんないでしょ。
だってね、全部ね、聞こえてくる言葉が全くもう意味わかんないことだらけっていうか、もう待っとけーとか、キーカラーとか、なんだっけ、ステイロー海からしたら外国語だわな。わかんないことしかない。まあさ、やってみないと何も始まんないでしょ。ほら、お得意の気合い入れ、どうにかするしかないんじゃない。すいません、お待たせしました。京香さん、どうですか？もっと質感が分かる方がいいかもしれない。トータルメイクすると重みが足りなくて。どうも。ノーズシャドウでコントラストとかつけたらいいかもしれない。あ、そうだね。シアシア、透き通るように薄い。次、ニュアンスカラー。コントラ？コントラ？コントラ？ファンデーション、リップライナー、じゃあこれはスティック、スティックハイライト。ああ、そっちか。もう種類が多すぎてわかんないのよ。はい、覚えた。はい、じゃあもう一回やります。はい。90分に変更となりました。配信スタートの時間は2時からで変わりありません、間違いがないかチェックして。はい。あの、すいません、この現場サポートって何ですか？当日のサポート要員だと思います。それまでは特には。じゃあ次行くよ。エリンさんはどう？手応えゼロだね。そりゃそうっすよね。美容系のトップに100人の中の一人になってくださいって言ってるわけですからね。ギリギリアポは取れたけど、こりゃダメ元かな。別の人を当たっておきます。谷口さん。はい。行ってきてくれる？エリンさんのところ。鹿森さんも。え、未進行管理で。お、ひなちゃん。どうした？広島ロケのお土産です。あ、ありがとう。でもみんな帰っちゃったよ。あ、やっぱり。明日にすればよかったかな。いいじゃん。お疲れ。ケイスケは自分の部屋。ああ、そうなんだ。渡してこよっかな。何？いいえ。何？お気をつけて。何？何も。何も。
イベント準備大変そうだね。そうだね。そうかも。もしかして私大変な時にわがまま言っちゃった？うん、海ちゃんのこと。こんな忙しい時に海ちゃんにも悪いことしちゃったかなって。大丈夫だよ。そう、あの子なら大丈夫。うん、うまっ。うん、美味しいね。うん、久しぶりに食べたよ。うん、うん、あー最高。もっとお上品なリアクションできないの？いや、カロリーは高ければ高いほどうまいね。ありがとう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 。エリンさんに会うんでしょ？その前にニキビできるよ。いや言わないで、それはもう胃が痛いもん。胃が痛いやつの食い方じゃねえしな。何それ自分でやったの？メイク。うん。へえ、上手くなってんじゃん。本当？うん。あ、でも目の下最悪だな。やっぱ。いや、なんかね、コンシーラーだけはね、使い方が上手くならないのよ。いや、そうじゃなくて、寝てないでしょ。すいません。何やってんだが。いや、だってね、あの睡眠時間削ってまで勉強しないと追いつかないと言いますか、なんと言いますか。じゃあ追いつくまで一生寝ないつもり？だってみんなが普通に喋ってることが私にはレベル100に聞こえても何にも分かんないんだもん。しょうがないじゃん。メイクにかける時間が1日20分だとする。うみちゃん今いくつ？うん、いくつ今？27。じゃあ大学卒業して5年ね。で、1年365日かける5年は1825日だから。早計算。うみちゃんにはすでにこれだけ人と差がある。はっ、まずこれは何ですか？ん、一昼百千間、36,500分は何時間？まあ中学からメイクしてる人と比べたらもっとだからね。あ、うちの妹そうだよ。へえ。うん、まあうみちゃんはこの差を1週間で埋めようとしてんの。でっかいクマ作れば追いつくと思って。寝てないやつの本気メイクより寝てるやつのスピンの方が綺麗だからね。どうぞ。年下のくせにタメ口使いやがって。どうも、ピチピチの23歳です。あ、残念ですけど20代前半なんて一瞬ですからね。ねえ大将。一瞬だよ。てかそれ俺の餃子な。返せ。おいおい返せ。おい食べてんな。出せ。おい出せそれ。おいおい返せ。あ、かわいそう。やめてやめて。じゃあラーメンもらう。はい。あ、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 バク。ねえ、珍しくよく寝てたね。始発出社を卒業いたしました。うん。よいしょ。ありがとう、なぎちゃん。おっしゃ、卒業式すんぞ。卒業式？ちょっと焦げてた、ごめんね。うん、卒業証書授与。ん？あ、待って、めっちゃ熱い。ちょっと、早くして。はい。あ、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 ごめん。じゃあいつも朝食感謝状。あ、す、はい、右左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 。ジオ食べよう。お、エリンさんだ。そうそう、研究中。でもさ、可愛いんだけどさ、何が行われてるか全然わかんないんだよね。
まあ、お姉ちゃんにはまだ早いですね。気持ちいい。なんか一重さんって横幅出すのもすごく大事だし、とにかく幅を出してもう詐欺していくしかないので。すごい。そうなんだよね。自分の顔面を理解しきってる。あ、これ昨日上がったやつ。さすが。かわいい。いきます。いただきます。ここから、ブルーのマスカラを使っていきます。こちらを根元からググッと塗っていきます。完成形はこんな感じです。普段ブルーとかね、オレンジとか使わない方もぜひ真似して垢抜きアイを作ってみてください。ゆかさん、おはようございます。あ、おはようございます。おはようございます。あ、マスカラ多いですね。メリンさんの動画見てて可愛いなって思ってたんですよ。まあ妹にはまだ早いって言われちゃいましたけど。似合いますよ。はい、似合いますよ絶対。え、私ですか。いやいやいや、私はちょっとまだ興味あります。コンシーラーはテクスチャー軽い方からつけます。はい、テクスチャー軽い方から。はい、はい、アイライナー引いてきます。はい、ほんと目の形綺麗。え、いや、実は私ずっとウミさんのメイクしてみたかったんです。え、そうだったんですか。はい、でもいつも勉強してらっしゃったのでなかなかいられずすいません。はい、あ、これはアイラインのオレンジです。はい、はい、はい、いただきます。はい、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 めっちゃかわいい。おー、すごー、ゆかさんメイク上手ですね。素材がいいからですよ。いやいやいや、実は昔からエリンさんの大ファンです。え、そうなんですか。エリンさんとお仕事するの夢だったんです。それ伝えましょうよ。エリンさんに直接。いやいや無理ですよ、私ジョーさんに話せるんですよ、ね、大丈夫です、伝わります。緊張しますね。そうですね。お疲れ様です。お疲れ様です。私には派手すぎませんか、このアイライン。いやいやいや、大丈夫です。めっちゃ可愛いです。ありがとうございます。はい。え、私大丈夫ですか、逆に。めちゃくちゃ似合ってます。ちゃんと笑えてるかな。乗ってく？二人とも似合ってるね。ありがとうございます。ありがとうございます。鹿森さんも上手。で、これはゆかさんがやってくれたんで。ああ、そうなんだ。はい、もう私全然できないんで、もうダメなんです。今はみんな自分のためにメイクをする時代でしょ。っていうか、そういう時代にしたいじゃない。女性が自分の価値を上げるためにするんじゃなくて、女性も男性も好きだからメイクをする。でもこの考え方って突き詰めれば、女の人がメイクをしない時代が来てもおかしくないって話なんだよね。メイクをしたくない女性だっているから。そんな時代早く来てほしいよね。目の前に選択肢がある時にみんなが当たり前に好きな方を選べる時代。プレゼン頑張ってね。エリンさんのメイクはたくさんの人に自信を届けていると思います。このコスメボックスも
たくさんの個性に自信を届けたくて。めちゃくちゃ上手ですね。え、そんなにラインうまく引ける人なかなかいないですよ。あ、やっぱコスメ扱ってる会社だから。あ、いやいや、これは彼女がやってくれたんですね。彼女昔からエリンさんの大ファンなんですよね。はい。え、そうなの。はい、初めて見た動画は目で落とせ、まつげ盛るだけ盛ってやるです。待って、それ何年前の動画。5年前です。あの、その時エリンさんお眉で。待って、5年前めちゃめちゃ子さんだね。そうなんですよ、子さん。あ、私もエリンさんに憧れて眉上にしてました。私昔から自分に自信がなかったんです。コンプレックスも多くて。でもエリンさんの動画を見てメイクを覚えて少しだけ自分のことが好きになりました。ありがとうございます。え、こちらこそありがとう。めっちゃ嬉しい。あ、おみじゃ茶飲む。最近めちゃめちゃハマってて。あの、おみじゃ茶、私あのそう思ってこれあの買ってきました。え、おみじゃ茶。はい、ありがとう。え、せっかくだからこれ飲む、一緒に。ね、入れてくるね。はい、ありがとう。おめでとう。はい。何それ。え、おめでとうって何。え、これうみちゃんのおめでとう。どうぞ。いただきます。ありがとうございました。またね。ありがとうございます、はい、気をつけて帰っちゃね。はい、ありがとう。バイバイ。ですか。はい、明日の最終チェックがあるので。現場サポート係なんで。そうでしたね。はい、さん。はい。私、ありがとうございます。明日頑張りましょうね。捕まえられたのは本当でかかった。二人のおかげだね。ゆかちゃんのおかげでしょ。ん、鹿森さんも一緒だったよ。ついていっただけだよ。俺は彼女を正社員するつもりはないよ。
ひなちゃんとは長いこと一緒にやってきたから尊重しなくちゃいけない。それで使用期間だけ採用したけど、でもそれだけだ。お前だってそうだろ。あれ、奥ちょい下げて、ちょい下げ、はい、うん、おはようございます。おはよう、お願いします。じゃあ、ひなちゃん、ちょっととりあえずここ座ってて。ゆかさん、今日めっちゃいいですね。ありがとう、似合ってる。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。さあ、こちらにお願いします。おはようございます。お願いします。ありがとうございます。お願いします。うみちゃん、うみちゃん、ぼーっとしない。ごめん。どうした？ん？ん？はい。大変です。戻ってきちゃったんです。何が？宛先不明で戻ってきちゃったんですよ。エリンさんと小田切さんのコスメボックス。じゃあそもそも事務所から言われていた住所が間違ってたってこと？引っ越し前の住所だったみたいです。この会場にあるものを持っていきましょう。今から直接持っていけば。事務所と連絡取れました。今回は辞退するとのことです。二人とももう自宅に帰られてるそうです。分かった、このままスタートにしよう。みんな予定通りにお願いします。お客様が待ってる。はい、はい、いいんですか？え、夢だったんですよね。そうですね、残念ですね。私、行ってきます。え、私、届けてきます。え、小田切さんとエリンさんに届けてきます。あ、すいません。おい、私、この企画好きなんです。見えてきたよ。わかった、ちょっと待って。
はい。ありがとうございます。すいません。ここだ。お願いできますか。はい、了解です。私もこの企画が好きです。ああ、おねぎりさん、待って、カザオ、オッケー、オッケー、ナナちゃん、ユキ、オッケー、オッケーです。まもなくです。よろしくお願いします。もうドライブするとね、もうやっぱリフレッシュするからさ、日頃のストレス取れちゃうの。緊張してる？え？代理どう？似合ってる？びっくりしたよ。楽しんで。うん。私もすごいびっくりしたの。もうちょっと海ちゃん、はい、もう居眠り AD の海ちゃんがねこれ届けてくれたのよ、このボックス。ちょっとみんなにご挨拶してちょうだい。かわいいんだけど、ほんと上手。先
とうございます。あ、発色綺麗、塗り方綺麗、可愛いとコメントが来てます。じゃあ声かけて、うん、ただいまですね、社長の榊が席を外しておりまして、乾杯は後ほどさせていただきます。ひとまず先にお食事の方どうぞ。どうぞ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 。京香さん、京香さん見てくださいよこれ、ずるいっすよ。いい肉、いい笑顔。いい肉じゃない？痛い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 。ちゃんと言いなさい。使ってください。すいません。キレイキレイしてあんたゾンビみたいじゃない。ゾンビかと思ったわよ。ふみちゃん今どこにいんの？あー、こっち向かってるんじゃないですか。え、向かってるんじゃないですか。じゃ確認した？あ、してないです。もうちょっと今確認してよ。頑張ってたんだから。電話しますね。かわいいじゃん。ほら、俺は彼女を正社員にするつもりはないよ。お前だってそうだろ。俺何も考えないで悟に任せてないよ。もしあの子に可能性がないなら、悟が何と言おうが落としてる。本採用にするかどうかは彼女自身の活躍実力次第。その考えは悟も俺も同じでしょ。もしもし。もしもし。今どこ？あ、ねえ。うん？いや、ここはどこだろうね。なんだそれ。よくあそこで行こうと思ったね。始まる前。ああ、あれはなんかとっさに。カロリー高そうな食べ物たくさんあるよ。早く戻ってこい。いや、ちょっとこれは戻れないかな。何が？長峰くん、電話ありがとう。俺は彼女を正社員にするつもりはないよ。
おかえり。行こう。いや、私ボロボロなんで。大丈夫。綺麗だよ。見とれていた触れてみたショーウィンドウガラスに映った疲れた顔切ないほど胸焦がしたやりきれない日々は過ぎ君との距離も思うよりずっと離れてしまった日々の携帯握って星に願い込め ああ魔法でも起こらないかな ただ前を向いて走れ走れ走れるまで 静寂の中を切り裂いて走れ どうも京子さん京子さん社長来ました京子さん社長来ましたよ海ちゃんもいます近森さん、アニマルビューティーの正社員になってください。昔から鹿森さんにはそういう力があったのかもしれないね。人を引きつける力。愛だね。南さん、海さん、自分らしくやってみなって話。バカは一人じゃないかもね。